コを見破れクイズフレイキーウェイキー。さあ始まりました。僕が考えたフェイクを見破れるかどうかというわけなんですけれども、はい、今回ちょっとあの趣向を凝らしまして、はい、ワールドカップに出てるサッカー選手を見破るんですけれども、はい、フェイクがポケモンのモンスターの名前になってます。うわー、だから実在のサッカー選手かポケモンかを見破るという。うわ、はい、フェイキーはポケモンってことね。はい、フェイキーがポケモンです、はい、ちなみにですねポケモンが2体、4人が実在のサッカー選手ということになります。ということで松尾さんはこの中からポケモンを見つけ出して当てていただく、はい、さあサッカー選手こちらでございます。はあ、はい、まずはフレッシュアート、うん、そしてニャッハオ、そしてドサリ、そしてルキッチ、そしてハイトス、そして、グレンアルマですね。さあこの中の2つがポケモンです。俺ポケモン赤と緑で終わってんだよなそれもちゃんと集めなかったのよ。はい、ほんとピカチュウばっか集めてて、かわいい、はい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 、ピカチュウとプリンしか集めてない、はい、かわいいですね。かわいいやつだけでどこまで頑張れるかっていうやつだから、はい、ちょっと聞いてていいですか、じゃあ。はいはいはい、サッカー選手として、はい、プレシアードは、はい、これは、エクアドル代表の方ですね。ほう、はい、ポジションは、ディフェンダーズ。所属チームとかもあるんですか？クラブチーム、ベルギーの、ヘンク。ほう。はい。にいる。はい。24歳。これ、ちなみに、はい、その、フェイキーの情報も、はいはい、そのサッカーチームとかもあるんですけど、それは実在するあれなんですか？それも含めて、実在します。なるほど。はい、あの、チームとかの名前は。はいはいはい、はい。でもね、全部、その、書いてないです。まあ、バラバラです、ちょっと。なるほどね、情報が。情報として。はいはい、ニャオハは？ニャオハはガーナ。ガーナ。ポジションは？フォワード、うん、背番号9番。うん、で、身長186センチ。おう、はい。で、どこの？これはちょっと書いてないです。ああ、なるほど。クラブチーム。はい。ただ、あの補足情報として、うん、100メートルを10秒台で走る。ああ、早い。はい。ドサリは？ドサリは、サウジアラビア代表。背番号は10番。おう、でミッドフィルダー。はい、はい、所属の、所属ここも書いてないですね、所属チーム。はあ、はあ、うん、でアルゼンチン戦でゴール決めてます。はい、ドサリ？ドサリ。ドサリが一番今怪しいんだよな。ルキッチは？ルキッチは、セルビア代表。セルビア？はいはい、どこの？背番号は16番。ほう、ミッドフィルダー、うん、26歳。はいはい、ワールドカップではイエローカード1枚、ん、ワールドカップ1枚もらってる。なんだその情報ハイドスは？ハイドスはカタール代表。ほう、はい、背番号10番、うん、フォワード、うん、31歳でワールドカップでは3試合出場。あ、はい、3試合出場で、こちらクラブチームありますね。どこですか？アルサッド。え、アルサッド。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 はい、どこのチーム、どこの国の？これちょっと書いてない、そこまで書いてない。ああ、じゃあカタールなのかな。はい、なるほど。はい、グレン・アルマは？グレン・アルマはポーランド代表で、25歳ですね。うん、背番号5番、うん、で、ディフェンダー、うん、身長192センチ高いね。はい、うん、はい、で、チームは？クラブチームは、クイーンズ・パーク・レンジャーズ。
クイーンズパークレンジャーズ、はい、どこの国の、これちょっとそこまで書いてないです。クイーンパークレンジャーズ、クイーンズパークレンジャーズ、クイーンズパーク、うわこれマジむずい。え、ドサリの情報もう一回。ドサリ、サウジアラビア代表で、背番号10番ミッドフィールダー、うん、31歳175センチ。おドサリ怪しいな、なんかポケモン感すごいんだよな。2つしかないですからね、フェイキーは。これかなり難易度は高いですね。ただ今回のワールドカップをよく見ていれば分かる問題となっておりますけれども、見てないですか。いや、なんとなくだから、はい、結果とかは見てるけど、はい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 、そこまでちゃんと見てないですよね。選手紹介のとこから見てない。いや、ちょっと見てないね。あれは見てるけど、なんかあの出てくる時のプレッシャードみたいな、ブーンブーンって。あれはちょっとあれはね、うん、あれは見て、はいはいはい、あの家で、はいはい、で自分が出てきたら何するかっていうのまでやってたんですよ。ちなみにどういう松尾しゅんっていう、一回組めない組めないっていうボケやるっていうのどうって奥さんに向けてやってたんだけど、もう何にも笑ってなかったです。あれ誰でしたっけ、イエローカード1枚もらってるの。ルキッチですね。ルキッチ、はい。でどこの選手でしたっけ。セルビアです。セルビア、クロアチアはすごいなんとかっちは多かったんだよな。はい、うわこれ外したくねえからな。今もうフェイカーになってますんで。今でしょ、前回の。前回から引き続きフェイカーになってますんで。不名誉なんだよな。はい、よし。もうこれ外したらもう、キングフェイカーになります。ニャオハ。いきます。ニャオハがフェイキー。フェイキー。さあ、ニャオハがフェイキーなのか、ファイナルフェイキー。ファイナルフェイキー。ファイナルフェイキー。さあ、ニャオハはフェイキー。おや、お見事。よっしゃ。なぜ？やっぱニャオハ、なんかそのニャースっていうのがいて、はい、ニャオっているのかなっていうので。ああ、なるほど。ちなみにこれポケモンの情報は、うん、草タイプの草猫ポケモン。はあ、はい、ニャオハだ。草の葉っぱ、ね、の葉っぱかな。そうですね。おうおう、高さ、40センチ、ちっちゃ、重さ 4.1キロ、性格は、気まぐれかつ甘えん坊ということで、ふわふわな毛の成分は植物に近く日光を吸収してエネルギーを作る性質を持っている。なるほど。で進化するとニャオハ、ニャローテ、うん、マスカーニャに進化する。そっから考えればいいんだ、はい、だから、タイプあるよねポケモンって。火、水、はい、木だっけ、はい、草か、はい、の3つでしょ、はい、もっとある、もっとあるんだ。そっか。3つは俺の時代は3つだったからな。今他何があるの、どういうタイプのポケモンがいるかは聞いちゃまずいですか。あ、いいですよ。いいですか。はい、火、草、水、氷、格闘、毒、地面、飛行、エスパー、虫、岩、ゴースト、ドラゴン、悪、鋼、フェアリー。めちゃくちゃあるやん。フェアリー、めちゃくちゃあるやん。何個あったんだろう。全然ヒントにならなくなっちゃって。でもやっぱドサリが気になるんだよな。でもな、ドサリとハイドス、はい、ちなみにそのフェイキーの一個の情報、うん、教えてください。ポケモンとしての情報。ポケモンとしての情報、はいはい、性格、うん、相手に真っ向から勝負を挑む正々堂々とした性格という。そうなってくるとドサリじゃないな。なんかそんな感じじゃないの。そうなんですか、うん、もうそれ以上ないですもんね。
まあ、あるんですけども、ちょっとこれ以上言うとちょっとね。だからあと1人フェイキーを当てればいいってことですね。そうです。これ俺がもしフェイキーやってたらフェイキー返しできるってことでしょ。で、できます。小沢さんがフェイキーになるってことでしょ。いや、いや違う違う、あの、ノーマルになるだけです。え、今フェイカーになるだけなの。ああ、はい、で、ノーマルになる。ノーマルになる。で、次回当てたらフェイキー返しで俺がフェイカーになる。なるほどね。はい。何ですかそれは。今その正々堂々としてるって感じしたら、プレシアードとグレン・アルマがちょっと怪しいなと思ってるんですけど、はい、ドサリは、はい、そんな名前つけないと思うんだよね。そのポケモンの性質からしてみたら。うん、なるほど、うん、でサウジでしょ、はい、いると思うんだよね、はい、ハイドスはどこでしたっけ。ハイドスはカタールだ。あー、いそうだな。え、プレシアードの情報をもう一回ちょっとください。プレシアードは、エクアドル代表、背番号17番ディフェンダー、24歳、174センチ、ワールドカップでは3試合出場で、クラブチームはベルギーのヘンク。グレン・アルマの情報ください。グレン・アルマはポーランド、25歳、背番号5番ディフェンダー、192センチ、ワールドカップ2回、クラブチームはクイーンズ・パーク・レンジャー。 OK、決めました。はい、プレシアードがフェイキー。プレシアードがフェイキー、これなぜ、そのポケモンの情報をなんかその正々堂々とした感じ、はい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 、なんか他の情報とか名前で言ったらちょっとプレシアードが怪しいなと。なるほど。メインのポケモンみたいのが進化してってプレシアードみたいな名前になるんじゃないか、うん、なるほど、はいはい、うん、さあファイナルフェイキー、ファイナルフェイキー、プレシアードはなーい、います。マジか。はい、やられたな。はい、え、でも続けて大丈夫ですか。続けて大丈夫です、はい。そうなってくると、はい、うわ、ルキッチも怪しくなってきたな。いや、でもグレン・アルマだな。グレン・アルマがフェイキー。フェイキー、なぜ、やっぱポケモンの性質上、はい、やっぱハイドスとドサリっていうのは、はい、いたとしてもそうにはならない。あ、って考えたらグレン・アルマがそうなんじゃないかと。なるほど。あとクイーン・パーク・レンジャーズ、はい、そんなチームはない、はい、いや、あります。あ、ある、それはあるんです。いや、でもグレン・アルマだな。はい、はい、ちょっと、はいはいはい、ファイナルフェイキー、ファイナルフェイキー、グレン・アルマはフェイキー。おーしゃい、これは取れたな。これは取れました。悔しい。読みはね、良かったんです。確かに炎系のエスパータイプ、うん、火の戦士ポケモン、うん、高さ 1.5m、 150cm ですね。重さ85kg、うん、で守りを固めながら高火力の技で仕留める戦法が得意。これはね、いや、でも確かにこれ性格からよく導き出しましたね。ちょっとフェイキーなりをしてきましたね。あ、素晴らしい。ちょっと情報がね、炎のエスパータイプって言ってても多分ドサリ外したでしょ、うん、ドサリはもうハイドスとか。あ、でもそうね、そこにしときゃよかったかな。うわ、ということで残念、悔しい。キングフェイカーです。キングフェイカーか。キングフェイカーです。やられました、これは。はい、さあ、というわけでまた次回お会いしましょう。さようなら。エクストリームケチャップ、エクストリームケチャップワールドカップ、オムライスにエクストリームにケチャップをかける新スポーツ、エクストリームケチャップの世界大会、エクストリームケチャップワールドカップが開催。優勝賞金300万円。動画を投稿して賞金をつかみ取れ。ケチャップ一つで300万、応募待ってるぜ。最高ですけど。よいしょ、よっしゃっしゃ。うわ、気持ちよすぎる。痛いの控え室。